ゆくきん TV エビデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのはアマゾンから届いたです。早速開けてみましょう。このこれに貼り付けてあるのはなんとお乳のお財布です。ちっちゃいチャチな財布が私は好きなんですよ。みんなね、大人だからもうみんな40とかおじさんで長財布使ってるけど、これぐらい、うん、安っぽい方がいいな私は。ええやん、ええやん、ええやん。ディーゼル。今まで使ってたのが、もう色もボロボロになってる。ポーターの変なの。大きさ、ほぼ一緒か。まあまあ。うん。夏も、ケツポケットに入れとくとカードが折れちゃうようになった？太ったからかな？若い頃に比べて。若い時もケツポケットに財布入れてたんだけど、わかんない。原因はわかんないけど、とにかくバキバキになっちゃうから、夏は短パンの前ポケ、右でも左でも、に入れる。冬はダウンの、まあ冬、秋はジャケットとか、ね、上に羽織るもののポケットに入れる。その際に長財布だと出ちゃうでしょ？落ちちゃうでしょ？これぐらいがいいんだよ、僕。うん。くしくも同じ紺だな。緑や赤もあったけど、あんま派手なの好きじゃないし、汚れ目立つからな。使い勝手がいいといいな。まだ今の時点ではわかんない。うん、そう。ちっちゃい、こういう、だから、長財布じゃないの探して、まあ、ポーターでもよかったし。何があったかな、他に。ちょこちょこ。まあ、プーマとか、スポーツブランドもちょこちょこあって。より、そっちの方がまあ、もっと小学生っぽいから、そうするとあれかなと思って、大人の、ね、大人のディーゼルですよ。いいんじゃない？うん。いいんじゃない？使い勝手、悪くないといいですね。財布は盗まれると、しょんぼりするぞ。